アカシア・サンタの史上最大のクリスマスプレゼント賞。アカシア・サンタの史上最大のクリスマスプレゼント賞。アカシア・サンタの史上最大のクリスマスプレゼント賞は、フジテレビ系列で1990年12月25日から、毎年クリスマスの新、あるいは近い時期に特別番組として生放送される、バラエティ番組で司会を務めている、アカシア・サンマの冠番組である。 通称、アカシアサンタ。1990年代前半に数回だけ、アカシアサンタの史上最大の春、もしくは夏のプレゼントショーと題して、春と夏にも放送されたことがあるほか、1994年には大晦日に放送された。1997年からは、毎年12月25日、クリスマス未明、24日、クリスマスイブシニアに放送されている。 アカシアサンタに扮するアカシアサンマとヤギアキコ当初はフジテレビアナウンサー2000年以降はフリーアナウンサーが1990年の開始当初から司会を務めている2014年で第30回記念大会2015年の放送で25年を迎えた番組は事前にはがきまたは当日に電話で視聴者から不幸話を募集し 本番でサンマとヤギが投稿者本人にその話を電話で聞く。面白ければ合格ということで、サンマが金を鳴らし、投稿者に商品を送るという趣向になっている。合格の判断基準は、不幸かどうかではなく、話が面白いかどうかである。このため、単なる不幸話ではサンマは満足せず、金を鳴らさずになだめたり励ましたりした後に電話を、切ろうとる。 合否はサンマが決めるが、時にはヤギが合格と判断し、金を奪い取って鳴らすこともある。サンマはその日の番組内のやり取りをうまく、トークに取り入れることも視聴者に要求するほか、毎年定番のギャグもある。芸能人専用の電話番号も用意されており、視聴者と同じように不幸話をして面白かった、時には商品をもらっている。名乗っただけで金が鳴るケースもある。 また、一般の電話番号は混雑回避のため、番号の末尾の奇数、偶数で受付を開けている。かつては不幸のエピソードが書かれたハガキを読んで、紹介するコーナーがあり、採用者にはそのコーナー専用の商品をプレゼントしていた。番組初期に比べると、商品の数は減少して、パネルの数も35枚から20枚になり、2007年以降は25枚に増加。 放送時間も2004年以降、3時間、2時間半から2時間になった。開始以降数年間は、放送日が一定せず、1994年には、番組初の大晦日のゴールデンタイムプライムタイムで放送。1996年には、元日と12月25日の2回放送、いずれも未明に放送王となり、元日分は、アカシア福録寿と解題して放送。 1995年中は放送されなかった。さらに好評のため、年に数回放送された時期もあった。1997年以降、年1回、12月25日未明、24日深夜に放送日が固定され現在に至る。本番組の番宣のため、サンマは毎年自らサンタの格好をし、小坂井和樹司会のライオンのごきげんよう、 2016年3月終了にゲスト出演していた。サンマがサンタの格好をする日には小堺もトナカイ一期として出演。同番組が終了した2016年からはサンマ自身が司会を務めるサンマのお笑い工場委員会の中で告知している。このお笑い工場委員会では出演者の芸人たちが不幸話を披露する芸人不幸話グランプリを開催している。 2011年には、例年の不幸話から、寂しい話に変更、公式サイトでのハガキ募集部分で確認できる。これ以降も募集告知などで、寂しい話と表記されることがあるが、番組内では、不幸を多用している。1994年は、テレビの鉄人、大晦日の祭典スペシャルの第二部として放送。1995年は、 年内の放送がなく、代わりに1996年1月1日に切り替わってから放送。アカシアサンタではなく、アカシア福ククジュという七福神の一つのキャラになって、番組を進行していた。しかし、トークの内容は従来と変わらず。合格者は商品を20から30枚、年によって変動していたが、2007年以降は25枚に、 固定のパネルの中から選ぶシステムになっている。商品は海外旅行や自家用車2018年は商品に含まれずダイヤモンドやプラズマテレビなど豪華な品揃えを誇る。ただし外れが1、2枚入っている。ほとんどの商品はスポンサーとのタイアップであり、1998年にセガのゲーム機ドリームキャストが商品にされた際には 当時 CM などで話題になっていた湯川専務が生出演した。1995年から1999年の合格商品で、三馬自身が不気味だという木彫りの人形、いらない置物が商品に並んでいた。1995年には、加藤の子、1996年には、堀江淳。1997年には、中井雅宏がそれぞれ獲得したものの、 芸能人の間で、皆、不気味だという理由で何度も返品されて、1999年に、一般の参加者が獲得するまで、毎年商品に並んでいた。村上障子は毎年商品を提供しているが、障子自らが描いた、水墨画や筆字等であるため誰も欲しがらず、事実上ほぼ外れに近い。木田正夫は、サイン入りの野球グッズや直筆イラスト等の商品を、 提供している。は、合格者にプレゼント。放送時間は、放送年によって異なる。詳しくはこちらを参照のこと。2001年以降、本番組を放送していない、フジテレビ系列局は、トリプルネット局のテレビ、宮崎だけである。また、2000年以前のミネット局は不明である。2011年以降は、クロスネット局であるテレビ大分とテレビ、 宮崎以外の富士テレビ系列局で同時ネットされており、また現在に至るまで富士テレビ系列フルネット局の26局のみで同時ネットされてる。2001年以降、本番組の放送を休止したことがある系列局は以下の通り。なお、北海道文化放送と岡山放送は2011年12月24日の 昼に2010年放送分の再放送を行ったことがある。括弧は担当機関。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。